白梅学徒隊とは、沖縄戦で従軍看護婦として活躍して犠牲になった女子学徒隊のうち、白梅隊、白梅看護隊と呼ばれることもある。白梅は、沖縄県立第二高等女学校の交渉で、戦後になってから白梅学徒隊、白梅部隊、白梅看護隊などと呼ばれるようになった。学校後に立つ。 白梅の乙女たち増白梅学徒隊が配属された第24師団第1野戦病院後白梅の党沖縄県立第二高等女学校は明治38年9月女子技芸学校として開校し大正10年に那覇市立実家高等女学校に昇格大正13年に那覇市立高等女学校となり昭和3年4月に沖縄県立 第二高等女学校に昇格する。大正10年12月に、那覇市久米の松尾山に新校舎が完成して、雲寺より移る。昭和11年4月、放火による火災で校舎の大半が消失し、昭和15年2月に新校舎が落成するも、昭和19年10月10日の沖縄大空襲により、校舎は完全に消失する。以後、生徒たちは、 仮校舎で勉学に励み、昭和20年2月から4年生の看護教育が始まる。3月6日、56名の4年生が従軍補助看護婦として、個人ダ国民学校に本部を置く、第24師団衛生看護教育隊に入隊する。3月24日、米軍の攻撃が激化し、看護教育は打ち切られ、八重瀬だけ中腹にある。 第24師団第一野戦病院に配属される。6月4日、米軍の猛攻により、第24師団第一野戦病院は南部へ後退することに決まり、白梅学徒隊は解散となり、46名の生徒たちは数名ずつに分かれて南部へと逃げる。この逃避行中に多くの犠牲者を出し、国よに後退した第24師団第一野戦病院号に迎えられて、 勤務を続けていた生徒たちも6月21日から22日にかけての米軍の猛攻によって犠牲となる。46名の生徒のうち22名が戦死。戦後、糸満市国基地に建てられた白梅の塔に祀られた石踏みは、他に富森の八重瀬岳野戦病院跡、分院であったガラビ号の布町釜川にも混流されている。軍族として、 靖国神社にも合祀されている。2012年11月17日、天皇、皇后は、白梅学徒隊の生存者らと懇談。天皇、皇后が、白梅同窓会の会長らに白い菊の花を手渡した後、皇后は、白梅の塔は、どちらの方角ですかと声をかけ、天皇、皇后はその方向へ深く拝礼した。他に、沖縄戦に動員された、 女子学徒体は、姫百合学徒体、随泉学徒体、関徳学徒体、はしごあおぎり学徒体、名古蘭学徒体、宮古こ工学徒体、八重山工学徒体、八重の女子学徒体がある。ありがとうございます。